きんよう、岸壁幼魚採集家の鈴木香里武です。今年もやってきました、年末恒例珍魚ランキング。ただですね、今年は新型コロナの影響に加えて仕事の忙しさもあって、本当に数えるほどしか海に行けなかったんですね。こんなに海に行かなかったのは生まれて初めてなんてちょうど1年前に言ってたんですけれども、今年はそれよりもさらに少なかった。でもその数少ない漁港観察の一つ一つが、なんというかこう切り取られたとても濃厚な世界という感じで心に残っています。そんなわけでですね、今年の海の特徴っていうのは残念ながらよくわからないんですね。でもかつてないほどマニアックなランキングになったんではないかなと思います。本当にマニアックですね、今年は。リュウグウノツカイとか見せろよって言われそうなんですけれども、こう知らなかった魚に出会える場になれたら、海への入り口作りを目標とする自分としては嬉しく思います。これも毎度説明してるんですけれども、僕の珍魚ランキングというのは種類としての珍しさだけではなくて、こんなに小さな幼魚に出会えるのは珍しいといったサイズの問題だったりとか、あとよく知られている種類だけども漁港で見かけるのは珍しいというような、あくまでも岸壁幼魚採集という基準でランク付けをしています。さあ、それではまずは10位から1位までを覗いてみましょう。第10位はキマダラハゼの幼魚。もうね、小さなエレガント美魚現るっていう感じでした。房総の漁港で夜に海面を泳いでいるのを見た時に、もうただものではない感が漂ってたんですね。胸びれをファサッと羽ばたかせるたびに、なんだかこうシャララーンというファンシーな音が聞こえてきそうな上品な佇まいをどうぞご覧あれ。とてもエレガントな雰囲気をまとったハゼに出会いました。この白い縞模様の幅から、おそらくキマダラハゼの幼魚だと思うんですけれども、白クラハゼというよく似た子がいて、成魚は全然違うんですけども、 1.5 センチくらいのこれくらいの幼魚となるとね、なかなか世の中に信頼のおける資料が少なくて、おそらくキマダラハゼ、遠目で見てても綺麗なんですけど、拡大するとね、この胸びれの造形素晴らしいですよね。ちょっと筋が伸びていて、そして尻尾も美しい、ちょうど開いてくれましたね。白と黒だけでこの美しさを表現できるっていうのは、やっぱり魚ならではの美的感覚だと思います。バホバホっとやって、首を持ち上げて泳ぎ出す、なんとお上品なんでしょう。お腹もいいですね。さあ、僕の大好きな正面顔です。胸びれにピントを合わせると顔がぼやける、距離があるんですね。これまた面白い。あ、すごいとこ撮らせてくれましたね。あくび、あ、2回も口の中丸見えですね。そそられる。なんと3回もやってくれました。なんてサービス精神の旺盛な子なんでしょうね。今度顔にピントを合わせてみたいんだけども、どうしても勝手に胸びれの方にピントが、美しいからね。ガオーッとやって泳ぎ去っていった、かっこいいですね。漁港では上から見つけたので、上から見るとどんな風に見えるかというと、こんな感じで泳いでいました。バホッバホッと、この色彩でこうやってバホバホやられたら、まあ、気になってすくっちゃいますよね。第9位は桜鯛の稚魚。2020年のランキングにも入っていた魚なんですけれども、それよりもさらに小さな、まだ透き通っている稚魚に出会うことができました。僕はね、この桜鯛という魚大好きなんですね。世界共通の名前である学名にも桜マルガリタセアというふうに桜という日本語が入っているくらいですからね、もう日本を代表する美魚だと思っています。美女じゃなくて美魚ね。サクラダイという魚はね、生まれてから一生美しいんですよね。その美しさが成長とともにどんどん移り変わっていくというね、もう僕はこの魚には心底惚れています、魅了されています。
大きさが 1.5 センチということで、これまでで出会った中で一番小さな桜台。だいぶトゲトゲしてますよね。エラも背びれも腹びれもトゲトゲ。おそらくまあちっちゃいのでね、大きい魚に飲み込まれた時に引っかかって吐き出されるためにこんないかつい感じの骨格をしてるんでしょう。この透け感、そして絶妙に入ってるオレンジね、胸びれにも尻尾の付け根にも背びれのとこにも下顎にも絶妙にオレンジが入ってる。おしゃれな配色ですね。この胸びれをパタパタさせる泳ぎ方、それからこのチュンとした顔つきね、なんかどこか小鳥みたいな可愛らしさがありますよね。この頃の桜台ってちょっと傾いてる。傾いた正面がエラのトゲがやっぱりすごいですね。なんかこの小鳥にも見えるんだけど、頭が大きくて透けた感じ、何かに似てると思ったらあれです、あの展望車のある特急列車、あの前面が全部窓ガラス、さすがに違うかなそれは。せっかくなので成長した姿もチラ見せ。これは前に育てていた別の子なんですけれども、桜台成長するとオスに性転換してどんどん色鮮やかになっていくんですが、僕はこの3から5センチくらいの頃が一番綺麗なんじゃないかなと思います。腹びれのね、紫が素晴らしいですよね。第8位は双葉姫セミエビの幼生。これはすごいですよ。もう蒸気を逸した姿をしています。宇宙人に会ってみたいと思っている人はね、空を見上げるのもいいけれども、ぜひ海の中も覗いてほしい。こういうとんでもないエイリアンがいますからね。でセミエビとかイセエビの仲間の赤ちゃんってフィロソーマ幼生と呼ばれるペラペラな姿をしています。地球外生命体っぽいだけではなくて、どこか星座のような雰囲気も感じますね。よく宇宙人はいるのかいないのかみたいな議論がありますよね。僕はね、何度も出会ってるんですよ、宇宙人。漁港の足元でね、いろんなタイプの宇宙人に会いましたけれども、中でも特に強烈だったのがこのタイプ、セミエビの仲間の赤ちゃんです。フィロゾーマ幼生と言います。葉っぱの体という意味のギリシャ語が元になってるんですが、その名の通りペラペラですね。紙みたいに、もう何がなんだか、こんなに解説のいらない見てるだけで面白い生き物ってあんまりいないんじゃないかな。セミエビだとピンとこないという方は、あの有名なイセエビも小さい頃はこんな姿をしています。このペラペラな体だと水の抵抗が増しているので、あんまり泳がなくても海流に乗って旅ができる。それだけではなくて、なんと彼らジェリーフィッシュライダーと呼ばれて、一部の種類はクラゲに乗っかって移動する姿も確認されてるんです。この生き様から見た目から多様性の極致ですね。第7位はホカケハナダイの幼魚。夜の漁港の海面にひときわ目立つ赤い魚が浮かんでいました。先ほどご紹介したサクラダイと同じハナダイの仲間なんですけれども、まただいぶ雰囲気が違いますよね。漁港には普段金魚ハナダイぐらいしかいないので、あまりハナダイの仲間って触れ合ったことがなくて、僕は結構疎いグループなんですけれども、中でもこの種類は特にわからなかったですね。調べてみると1998年に伊豆で確認されて、ダイビングの世界ではちょっとした話題になったらしくてですね、2001年に和名がついたということで、新しめの魚ということになるでしょう。初めて出会ったホカケハナダイの幼魚です。漁港に浮かんでいるこの子を見た時に、最初一瞬頭の中に金魚が浮かびました。あのお祭りの金魚すくいでよく見かける和金ね。それくらいね、漁港ではあまり見覚えのないタイプの色だったんですよ、この鮮やかなオレンジってね。しばらく見ているうちにハナダイの仲間だなというのは分かったんですけれども、こんな細長いハナダイっていたかなと、なかなか種名が頭に浮かびませんでした。それもそのはず、ホカケハナダイって結構最近知られるようになった魚なんですね。ダイバーさんの間では一時期話題になったみたいです。この尻尾なんか完全に金魚ですよね。どのあたりがホカケなのかということなんですけれども、彼らはハナダイの仲間なので、成長するとメスからオスに性転換するんですね。
そのオスの制御の背びれが他の花鯛ではなかなか見られないくらい大きく立派に開くんですよ。これが船の帆のように見えるということで帆掛けなんですね。これね、興味持ってくださった方、ぜひ制御の写真調べてみてください。めちゃくちゃ綺麗ですからね。細かい話なんだけれども、ホカケハナダイっぽいなと思っても、一応確かめるために鰭条数といって、ヒレの筋とかトゲの数を数えて図鑑と見比べるということをやるんですね。でこの子を数えたところ、背びれの軟条筋の部分が1本足りなかったんですよ。あれ違う種類かなと思ったんだけれども、専門の先生に聞いてみたところ、間違いありませんでした。第6位は天須の稚魚。僕は0歳から漁港を覗き続けて、20歳を過ぎたあたりで目が進化しましてですね、透明な魚とか小さな稚魚なんかを見逃さなくなったんですけれども、それでもこの子はレベルが高かった。魚だと認識するまでどのくらい見つめてたんだろう。動いたと思ってからもしばらくダルマガレイの仲間かなと思って見てたんですね。透明でアンテナみたいなヒレが生えてるといえばダルマガレイが思い浮かぶので。でもすくって横から見てみたら、もう一目瞭然、密かに憧れていた天須の稚魚でした。ガラス細工のような透明な体に、まるでネオンサインのような蛍光グリーンがとっても美しいこの稚魚。だいたいね、こういう透明な稚魚が出てくると種類がわからないことも多いんですよ。 1.3 センチという小ささだし、特にベラの仲間となると種類がとても多いので、まあお手上げになることもあるんですね。でもこの子は一発で分かりました。背中に、頭の上のあたりに細長い糸状のものが伸びてるの分かりますかね。今畳んでるんだよ、ちょっと分かりにくいけど、これまた蛍光グリーンに光ってる部分なんですよ。でこれ背びれね、こんな長い背びれを持ったベラってなると、もう天須の仲間ぐらいしか思い浮かばないんですね。この左右でパタパタやってるこの胸びれ、いいですね。細かい話だけど、稚魚って結構胸びれを大きくしてあんまり動かさないで水の抵抗を増して漂うっていう生活スタイルが多いんだけど、この子頑張って泳いでますね。ちっちゃな胸びれで、かわいい。この特徴的なスケスケの体はじっくり見たくなりますよね。ちょっと変態っぽいですね。お腹のところにいかにも浮き袋という気泡が一つ、そして尻尾の付け根を見てみると緑色の隠れミッキーに見えません？逆さだけど。動きが止まっちゃいました。決して弱ってるわけではないですからね。ちょっとお休みしてる。クニーって曲がった。クニーって曲がった時に体が虹色に輝く。綺麗ですね、この反射。おー、最後激しかったですね。で、これが水槽の中で落ち着いた時の姿なんですが、こうなると背びれ、アンテナのような背びれをピコピコちゃんと立てて使ってるんですよね。これバランス取ってるのかな。かなり長いですよね。なんかあのサイリウム振ってるみたいな感じで、だいたいね、落ち着くと頭を下にして逆さになって泳いでます。お、なんか食べた。逆立ち泳ぎ、これもまた特徴ですね。めったに横は向かないです。第5位は青身のウミウシ。久々の再会、嬉しかったな。前回は5年前ですよ。あまりにもね、ファンタジーな姿をしているので、よくグッズ化もされたりするクリエイティブな方々にはとても人気のある生き物ですね。見た目だけではなくて生き様もものすごく面白いので、映像の中でたっぷり解説しております。そして今回はですね、ずっとやってみたかった実験をしているので、そちらもフルバージョンで入れてみました。青身のウミウシは果たして毒クラゲしか食べないのでしょうか。海には摩訶不思議な生き物がたくさんいますけれども、ここまで現実離れした姿がありましょうか。海面に浮かんで生活するウミウシの仲間で、青身のウミウシと言います。美しき悪魔の化身、動くメタルバンドのロゴマーク、生きるナスカの地上絵、いろんなキャッチフレーズをつけたくなりますね。ブルードラゴンとも呼ばれるんですけれども、まさにファンタジーの世界から飛び出してきたかのようですね。彼らは上下逆さに浮かんでいるので、先ほどご覧いただいたのがお腹側なんです。背中側どんなかというと、なんか透けてモニョモニョ動いていますが、ちょっとおじみな色をしていますよね。
上から見ると毒々しいということは、海鳥の目を意識してるんでしょうね。青身のウミウシの正面顔って見たことがなかったんで、撮影してみたんですけど、なんか愉快な顔してますね。影にもこだわってみたんですけども、いいですよね、この影。悪魔っぽい。本体より悪魔っぽい。漁港で青身のウミウシに出会ったのは人生で2回目なんですけれども、同時にもっと小さな子も見つけました。さっきのがだいたい1.8センチぐらい、この子が0.7センチ。なんかいいですよね、これ。小さいと悪魔っぽさもちょっとおとなしい感じで、本当に小悪魔という雰囲気で可愛らしい。ちなみにこんな目立ちそうな姿をしてるんですけれども、海で上から見ると不思議なことに全然気づかないんですよ、これが。うまく溶け込める色なんでしょうね。彼ら生き様が面白くて、泳ぐ力はほぼ皆無なので、風に流されて生活してるんですが、どういうわけだか、毒クラゲを見つけると、くっついてむしゃむしゃ食べるんですね。それもカツオノエボシとか、銀河クラゲみたいな、いかついクラゲを食べて、その毒を体に蓄えて身を守るのに使うっていう、つわものなんですよね。賢い。こちらも影にこだわって撮ってみました。青身のウミウシといえば、毒クラゲを食べて、その毒を体に蓄えて、身を守るための武器として使うということが知られてるんですけれども、果たして毒クラゲしか食べないのか、他のものは食べないのかというのを実験してみました。使ったのはこの6種類の餌です。一つずつ見ていきましょう。まずは冷凍ホワイトシュリンプ、イサザアミですね。ちっちゃい子からあげてみましょう。ギュイン、ギュイン、すごい反応。ちょっとこのヒレの先に触っただけでもうわかるんでしょうね、味が。すぐにこう体がそっくり返るような反応を見せました。なかなかこの子にはちょっとこのサイズのイサザアミは大きいかな。でもあぐあぐやってますよね。やってるけど飲み込むところまではなかなかいかない。ちょっとは食べたと思います。大きい方はどうでしょう。近づけて、近づけて、触れた瞬間にギュイーンって、すごい反応ですね。いやー、たくましい。たくましいで食べてますよね、これは。これはしっかり食べていると思うんだけど、なんかまあこの子、右側のヒレが欠損してしまってることもあってが、うまいこと口に運べなくて、なんかお腹の方に回っちゃってますね。でも絶対食べてると思います。続いて、冷凍ブラインシュリンプ、アルテミアですね。まずは小さい方から。さあ、どうでしょう。お、反応するか？するか？反応するしそうな感じでしないんですね。これ僕が不器用なだけではなくて、本当に反応しないんですね、この子は。大きい方はどうでしょう。ちょんとちょんと触るとギュイーンで、この速さですよ。一気飲みですよ。これは意外でしたね。ホワイトシュリンプよりも好きなんですね。ものすごいスピードで、銀河クラゲ飲むぐらいのスピードで食べちゃいました。そして三つ目、アサリ。生きたアサリ。さあどうでしょう、ちっちゃい方。もにょもにょもう動いてますけど。さあ、ちょっと触れると、どうだ？好きな餌ならちょっと触れただけでギュインってくるんだけど、来ないですね。ダメですね。さあ、大きい方はどうでしょう。ギュイン。ギュインっつって一瞬で食べた。や、やっぱ食べるんですよね。意外と大きい子は何でも食べますね。あ、がっついてますもんね。ちょっともうちょっと細く切ってほしそうな感じがするけど、あ、でも、すごいスピードで、ほぼ飲み込みましたね。続いて、生しらす。魚を食べるでしょうか。小さい子に近づけると、前2つ食べなかったから食べてほしい。食べた！ギュインですね。久々のギュインが見られました。近づけると、ギュインカプ、釣れた。釣れちゃうほど好きなんですね、この子は。さあ、うまく口に運んで飲み込めるでしょうか。お腹の方に回っちゃったけど、あ、
上手ですね。ちゃんと口に運べました。しっかり食べてます。さあ大きいのはどうでしょう。まあ、この子は何でも食べるから来るでしょうね。思いっきり反応してますね。もうすでに口がモニョモニョ動いている。キャッチできるか。うわ、ピントがキャッチできましたね。はい。あ、これもやっぱりすごいスピードで飲み込みました。久々にちっちゃい子も大きい子も両方食べてくれる餌、生しらすでした。続いて5番目は生イカ、イカ刺しです。これはね、前に飼育してた時にイカは食べたんですよ。だから絶対食べると確信はありました。反応しましたね。もう体全体がひっくり返るぐらい反応しましたね。そして口を大きく動かしてしっかり飲み込んでます。こんなちっちゃいのにちゃんと飲み込んでくれました。いいですね。ほぼこれは完食かな。あ、口がしっかり見えますね。口の形が縦向きに、縦向きって言ったらいいのかな、縦向きに開く。大きな子ももちろんちゃんとガブッと食いついて釣れました。これはなんか飲み込みやすいんですかね。クラゲに近い食感なのかな。難なくぐいぐい口に運んできますね。さあ最後ですよ、塩抜きクラゲ。これが本命ですよ。人間用のクラゲなんだけども、食べるでしょうか。食べるでしょう、きっとクラゲが主食なんだから。さあどうだ。ん？およ、あら、全然反応しない。全然ダメですね。大きい子は食べてくれるでしょ、さすがに。お、お、お、反応するか。ん？あれ？反応悪いですね。気にはしてるけど、意外とダメでしたね。これは、ちょっと意外な結末。結果をまとめるとこんな感じになりました。ちっちゃい子はちょっと好き嫌いがありましたね。特に好きだったのが生のイカ、そして、冷凍ブラインシュリンプとアサリは食べなくて、イサザアミと生シラスには反応しました。一方で大きな子は結構何でも食べたんですよね。特に冷凍ブラインシュリンプとイカはあっという間に飲み込んだので、大好きなんでしょうね。ちっちゃい子が食べなかったアサリもこの子は反応しました。で、問題は本命だったはずのクラゲ、人間用のクラゲ、どっちも食べなかったですね。これやっぱりクラゲ主食だからこそ厳しいんですかね、彼ら。クラゲの味にはこんなんクラゲじゃないよって、なんかそんな意思を感じましたね。やっぱり主食だから、大好きな餌だからこそ、クラゲは生きた生の毒クラゲじゃないとダメなんでしょうか。今後もう少し試したらなんか分かってくるかもしれないですね。はい、以上、青身のウミウシが一体何を好むのかという餌の実験でした。第4位は花ツノハギの幼魚。これ意外性では今年の一番かもしれません。小学生ぐらいの頃に何度か飼育したことのあるカワハギなんですけれども、アクアショップで売っている観賞魚っていうイメージの魚だったんですね。もちろんダイバーさんは海中で撮影してますけれども、成魚は少し深場の砂地にいることが多いので、まさか漁港に現れるとは思っていませんでした。僕はカワハギの仲間が特に好きなので、だいたい上から見て一瞬で種類がわかるんですけれども、これはわからなかった。細長い枯葉かなと思ってしばらく見つめていたら、微妙に方向転換したので、もしや魚かと思ってすくってみたらびっくり。良き思い出です。一番好きな魚は何ですかって聞かれることがあるんですけれども、これが難しい質問なんですよね。一番は決められない。でも強いて言うならば、
細長いカワハギの仲間が好きですと答えます。ソウシハギとかウマヅラハギのようなね。でもそんな中でも日本近海で暮らしているカワハギの中で最も細長いのはおそらくこのハナツノハギでしょう。もうね、横から見ても細長いですけれども、背中側をこうやって向けられたらもう枝、枯葉、魚には見えないですよね。顔のアップを見てみるとわかるかな、この目よりも前のところから おでこというかもうほぼ口の上ぐらいのところからね、長い角が生えてるんですよ。これ第一背びれなんだけどね。でこれをねピーンって出すとかっこいいんだけども、それは後ほどご覧いただきましょう。正面顔、これは外せない。細いですね。シュッとしてて無駄がない。黒背景で撮ると体の構造がより分かりやすいですね。もうヒレがボロボロでかわいそうじゃないかと突っ込まれそうなんですけれども、これちゃんと理由があります。この子が現れた時に漁港の海面にはおびただしい数の毒クラゲがいたんですね。どう泳いでも避けられない、絶対クラゲにぶつかってしまうというそんな状況の海だったんですよ。だからまあクラゲのせいで多分ヒレにもダメージを受けたんでしょうね。まさにこの横にいるふわふわ漂ってるこの子たちですよ。このクラゲたちですよ。声がいいですよね。この黒背景の良さですよ。このちっちゃいヒレもちゃんとパタパタ動かしている様子が見えると、けなげで可愛らしい。さあお待たせしました。ハナツノハギの名前の由来、角、90度直角。なんでここから生えたかね、これ第一背びれですからね、背びれですからね。90度よりもさらに開くんですよ、ユニコーンみたいに。何度も言いますけど背びれですからね。おでこというか鼻先から生えてるけども背びれですからね。なんでここから生えたかな。最後はお食事タイムで和みましょう。カワハギといえばね、このすまし顔、おちょぼ口、これが可愛らしいんですよね。第3位はセミホウボウの稚魚。驚きの蛍光色、そして驚きの骨格。セミホウボウの幼魚は何度か救ってきたんですけれども、羽のような胸びれが成長する前の稚魚は初めてでした。見た時にね、小さい頃のことを思い出しました。日本産稚魚図鑑という僕のバイブルがありましてね、そこにこのセミホウボウが載っていて、とんでもない長さのトゲが4本描かれてるわけですよ。もうこんな冗談みたいな魚いるかいとツッコミを入れたあの夏の日、夏かどうか忘れたけど、本当にいたぞ若き日のカリブよ。冗談みたいな蛍光グリーンにゴツゴツの頭に鬼の角のようなものが生えていて、これはもう明らかにただものではない雰囲気を醸し出してますよね。見つけた時にびっくりして急いでスマホで撮った映像なので、僕がちょっと落ち着いてからちゃんと撮り直した映像も見てみましょう。こんな感じです。体の上側と下側に長いトゲが合計4本生えている、こんな特徴的な骨格をした魚はセミホウボウぐらいしかいないですね。セミホウボウ、これまでも漁港で見つけたことはあるんですけれども、全長 1.7 センチのこんなちっちゃな子初めて見ました。まだ稚魚ですね。ピンって今一瞬背中のトゲを立てた、ヒレを立てたんですけど、これもセミホウボウの特徴。成長すると胸びれが大きな羽のようになるので気づきにくいんですけども、面白い骨格をしてるんですよね。ようやく落ち着いて着底してくれたので、いろんな角度から見てみましょう。横から見るとすごい色ですね。上の黄色の輝き、正面、セミホウボウの正面大好きです。もう四角くてね、箱みたいですね。ちょうどトゲが鬼の角のように見えてます。後ろ姿がまた面白くてね、ちょうどこの黄色いところがなんかトンボの目みたいな、複眼みたいに見えるし、深海魚のクロデメニギスのようにも見えます。漁港で見つけたので上から最初見たんですけれども、なんかね、こう体が透明で真ん中が黄色く光ってイカのように見えたんですね。まあ疑わしきは救ってみるもんですね。びっくりしました。長いトゲは尻尾の付け根まで伸びていて、胸びれがまだ小さいですね。これが成長するとだんだん羽のように広がっていって、名前の通りホウボウのような姿になって海底を歩いて生活します。下からも覗きたくなっちゃいますよね。なんかゴミとか
動いているプランクトンとかが星々のように見えて、宇宙を漂う宇宙船のような雰囲気がかっこいいです。第2位は受け口トビウオの幼魚。こういうことを言うとね、企画の根本が崩れるかもしれないんですけれども、種類としての珍しさならこの子が1位だと思います。じゃあ1位にしろよって話なんですけどね、独断と偏見により僕の好き要素が詰まった別の魚を1位にしてしまったわけなんですけれども、まあそれは置いておいて、これはね本当にすごいですよ。セミホウボウと同じように稚魚図鑑を見ててね、なんじゃこりゃって思ってた種類なんですよね。ヒゲ長すぎでしょ。もう飲み込んだエビの触覚でも出てるのかと思いましたよ。何に使うんでしょうねこの器官はね。なんか一説によるとオウメナツトビという種類と同じなのではないかと考えられてるらしくて、未だに分類がはっきりしないようなんですけれども、とにかくこの幼魚は生きた写真も映像も見たことがなかったので、出会った時震えましたね。他の魚のような音声解説ではなくて、その場のリアルな音をそのまま入れています。いやーすごいすごいこれは稚魚図鑑見たらすぐわかるんじゃないかな。これ何のためにこんなヒゲ生えてんだろうね。なんかをさ、トビウオがなんか甲殻類を食べて、触覚が口から出てんのかと思った。すごいね。よくこのヒゲが無事に。泳ぎにくくないのかな、こんなのプラスで。わーお、2021年のランキング第1位に輝いたのはヤセオコゼの稚魚です。こんな地味なのが1位かいとか言わないであげてくださいね。とっても可愛らしいし、きちんと珍しい魚でもあるんですよ。主要なことはほとんど映像の中で解説してしまっているので、あえてここで言うこともないんですけれども、大事なのはこのサイズ、大きさ、そしてこの状態が珍しいという点なんですね。この子に出会って感じたことが2つあります。1つは魚の生き様の多様性、そしてもう1つは日本産稚魚図鑑を作ってきた研究者たちの意地のようなものですね。ゆらゆらピコピコテケテケな姿をどうぞじっくりとご覧くださいませ。一定のリズムでゆらゆらと揺れてるこのカサゴの仲間、 1.3 センチくらい、漁港ですくった時にすごく見覚えがある、でも誰だったかなって思い出せなかったんですね。そんな時に頼るのが日本産稚魚図鑑。だいたいこの辺りだろうと思って読んでみたヤセオコゼの稚魚の解説に興味深いことが書かれていました。まず頭が著しく大きい、そうですね、目が大きいですね。下顎に長いヒゲが4本ありますね。胸びれから1本遊離していて、これがすごく長いと、足みたいに見えるのがそうですね。そして背びれの前の方の膜に黒い点がありますね。さらにさらに背びれの極トゲの部分、これが糸状で柔らかいと書いてあるんですよ。これすごいことが書いてある。だいたいカサゴの仲間ってこれとんがってて硬いですからね。今ピコピコ動かしてるこれ柔らかいんですよ、本当に糸状で。1本目が2本目よりもだいぶ短いと書いてあります。もう完璧じゃないですか、全部当てはまってる。なかなかここまでぴったりくることないんですよね。でね、なんでこのヤセオコゼっていう種類が喉まで出かかったのに浮かばなかったのか、これ分かりましたよ。この魚ね、魚ウミヒドラっていうクラゲの仲間のポリプが体一面にくっつくっていう謎の生態を持ってるんですね。
なので、これまで図鑑で見てきた姿ってみんなふっさふさなんですよ。で、この子はまだ稚魚なので、多分ウミヒドラがくっつく前の姿なんでしょうね。全然イメージが違うんですね。そりゃあやっぱりわからないですわ。この子はね、とにかく僕にとってツボが多すぎるんですよね。まず足が生えてて歩く魚が好きでしょ。シーみたいに尻尾曲げてる魚が好きでしょ。うわ、反対向けた。逆シーになった。で、この羽みたいなヒレが生えてる魚好きでしょ。何このサイドステップ、後ろ下がってるし。なんだっけ、そう、頭が大きい魚も好きだし、目が大きい魚も好きだし、ヒゲが生えてる魚も好きだし、まあ好きが詰まってるんですよね。銀、この姿といい、クラゲがくっつくという謎の生態といい、小さな体に魅力が詰まっていますね。パク。岸壁採集で出会ったわけではないので、ランキングとは別枠としてぜひご紹介したいのが横綱イワシです。今年放送されたテレビ静岡さんの全国特番「爆笑問題の深海ウォンテッド7」のロケで出会いました。強烈な思い出として心に残ってます。この魚についてはね、深海ウォンテッドの中でも語られていますし、2022年もおそらく様々な形で情報が出ると思うので、あまり細かいことはここでは語らないようにしますけれども、とにかくね、いろんな奇跡が重なっている気がして、すごいが大渋滞を起こしています。そもそもどういう魚かと言いますと、2016年に駿河湾で初めて捕獲された巨大な深海魚なんですね。これがまずすごいことで、この科学技術の発展した時代にですね、1.4メートルもの巨大な魚がまだ見つかっていなかったというね、いかに深海が未知の世界なのかを思い知らされる出来事でした。特に2000メートルくらいの深さですからね、人が足を踏み入れていない領域なんでしょう。そしてその5年後の2021年の1月に横綱イワシという名前で新種登録されました。関取イワシの仲間の巨大魚だから横綱、粋なネーミングですよね。これ大関はすっ飛ばされたようです。で、新種登録からわずか2ヶ月後の3月ですよ、愛と情熱のテレビ静岡深海ウォンテッドチームはですね、早速この幻の魚を映像に収めようと、駿河湾の最深部を撮影するプロジェクトを企画したわけです。この速さと実行力がまた素晴らしいですよね。僕は去年の深海ウォンテッド6に続いて、今回もお声掛けいただいていたので、このロケに同行しました。そこで映像プロジェクトだったはずなんですが、副次的に下ろしていた深海はえ縄の仕掛けに、なんと横綱イワシが本人がかかって釣れてしまったという衝撃の出来事が起きたんですね。もうね、青く輝く巨体が海面に浮かんできた瞬間は脳裏に刻まれています。写真だと黒く見えるけどね、その瞬間は真っ青だったんですよ、本当に。新種登録されて間もないこのタイミングで、世界でわずか6体目の横綱イワシに出会えたこと、この手で触れることができたこと、もうこの奇跡に感謝するとともにですね、まだまだ大きな謎を秘めた魚なので、今後大きなロマンが少しずつ解明されていくことを期待して、ここでご紹介しました。ここからはランキングトップ10以外の生き物たちをダイジェストでご紹介します。今年初めて漁港で出会った生き物たち、これまで出会った中で一番小さかった子たち、そしてその他ユニークな生き物たち、3つ続けてどうぞ。珍しく潮だまりを覗いてみたら、この子に出会いました。大理石のようでもあり、海面の波のようでもある模様が美しい。万歳をしたような冗談みたいな姿で泳いでいた生き物。着底したらハサミの長いコブシガニの仲間のメガロパ幼生でした。これまで何度も見かけていながらも救ったことはなかったサザナミヤッコ。模様がくの字のクーちゃんと S の字のスーちゃんの2匹に出会いました。
大きな目が奇妙に輝く、まるで宇宙人のようなエビの赤ちゃん。正面顔はインパクトがあるんですが、横から見たらザ・エビという雰囲気でした。全身のしましまと独特な尻尾の模様が何ともまがまがしい。顔はひょっとこのようにユニークで可愛らしいんですけれどね。透明感のある赤色がとっても美しい天竺鯛の仲間の幼魚です。正面顔はちょっと怒った赤鬼のような雰囲気ですね。暗闇に輝く水色の星々と尾を引く彗星のような、どこか宇宙を感じさせるニザダイの仲間です。目の縁取りも美しいですね。フエダイ4連発。まずは渋かっこいいオキフエダイの幼魚です。控えめな虹のような模様がいいですね。この子を漁港で見た時には普通のフエダイだと思ったんですけれども、後からじっくり見たら顔に水色のうねうね模様が入っていました。今度はカラフル系フエダイ。水族館でも人気のヨスジフエダイはその名の通り4本の水色の線が特徴です。こちらはヨスジフエダイに似ているんですが、島の本数が多くてお腹の方まで黄色が広がっていることで見分けられる六線フエダイの幼魚です。目がぴょこんと飛び出していてひょうきんな顔をしたハゼ。腹びれの美しさと口が下に伸びる様子に目が釘付けです。何日もひげを剃っていないような顔をしたハゼ。色は地味なんですけれども、ヒレの斑点模様など細かいところがおしゃれですよね。こんなに小さくて透明だと種類がわからないんですが、育てたら制御に近い模様が出てきました。ケースの底にピンと立って止まってる。なんともアンバランスな体型が僕のツボにはまる大好きな魚。背びれと腹びれが長いトゲになっていて、前から見ると三脚のようですね。遠目に見ると菊塚何かのようにしか見えない擬態名人。独特の逆立ち泳ぎは1センチ弱の稚魚の頃から一貫しているようです。オレンジ色の花火のような華やかなミノカサゴの仲間。背びれのトゲには強い毒があるので、美しいからといって決して触ってはいけません。基本じっとしていて、たまにちょっとずつ前に進む感じが可愛らしいですね。あちこちにふさふさが生えた正面顔は素直そうな表情です。お腹が妙に張り出した銀ピカの魚。成長すると長い方の三角定規のような体型に斜めしま模様の姿に大変身します。メタリックな銀色で澄まし顔をしたサギフエ。成長すると深海魚になるんですが、その時には深い海で目立たない赤い体に変身します。まるで和菓子のような冬の海のアイドル。初夏になると漁港にも現れます。茶色いタイプに出会ったのは今年初めてかもしれません。名前の通り薄いですね。ペラペラ。幼魚はね、こんな感じで頭でっかちでバランスの悪さが魅力的です。好奇心旺盛ですね。透明な稚魚にはよく海面で出会うんですけれども、これくらいのサイズは漁港であまり見かけないんですね。見事に岩に擬態しています。黒い体に白い水玉模様が散らばっていることから、白い星と書いて白星萩。シンプルだけどとてもおしゃれですね。花火のような美しい胸びれを広げるハチの稚魚。餌がよく分かってないんですけれども、我が家でついに冷凍ブラインシュリンプを食べてくれました。シイラの幼魚は漁港でよく見かけますが、このエビスシイラにはなかなか出会えません。シイラより青みがかっていることと腹びれが透明なことで見分けられます。シイラに対して青いシイラがいるのと同じように、ハリセンボンに対しても青いハリセンボンがいます。漁港には時々現れるんですが、まだまだ謎多き種類です。
枯葉に擬態することで有名な南洋ツバメ魚なんですが、まだ丸っこいこれくらいのサイズにはなかなか出会えません。 SNS に投稿したらフライドチキンだと言われました。南洋ツバメ魚よりも縦に長く伸びる、その名も三日月ツバメ魚。細長い腹びれをピンと張った姿がとてもかっこいいですね。海中にらめっこ大会をやったら優勝しそうなインパクトのある正面顔。顔のほとんどが目なのではないかというくらい目が大きいですね。2センチくらいの稚魚は時々漁港に浮かんでいますが、成長すると深場に移動する魚なので、このサイズは初めて見ました。いい子そうな顔してますね。泣く子も黙る顔面力、口角が下がっていて、まあ人相が悪いですね。毎年のように出会ってるんですけれども、ここまで大きな子は初めてでした。タツノオトシゴをまっすぐ伸ばしたような魚、これにタツノイトコと名付けたセンスが素晴らしいですね。ひらひらがついてて小さなドラゴンのよう。今年は透明なダルマガレイの仲間の稚魚をたくさん見かけました。でもオレンジの斑点が入るこのタイプは初めましてですね。何になるんでしょう。僕が愛してやまないレプトケファルス幼生、ウツボやアナゴ類の赤ちゃんです。この細長いタイプは前に育てた時ウツボになったので、この子もウツボ類なのかな。今年もいろんなタイプのレプトケファルスを見ました。こちらはゴテンアナゴあたりかな。とにかく透明で見えないんですよね。漁港の上から覗いてると違和感で探すしかないです。こんな大型のアナゴのようなタイプもいました。尻尾をフリフリしているのが可愛らしいですね。これまた面白いですね。ウミヘビの仲間だと思うんですけれども、体の後半が蛍光グリーンに輝いてます。光の当たり方によってオーロラのように輝く不思議生物、トグロを巻いています。じっと見てると異次元に連れて行かれそうですね。また宇宙人のような生き物が現れました。もっと小さな妖精には何度も出会ってるんですけれども、変態したこの姿の子は漁港で初めて見ました。透明な樽に入って泳ぐエイリアン、サルパという生き物の中身をくり抜いて子育て用の家として使う、生き方もまさにエイリアンな深海生物です。毒クラゲの触手に隠れて生活する命がけで命を守る勇者、成長するとクラゲから離れて深海へと旅に出ます。甲殻類の幼生は本当に宇宙を感じるものばかりですね。シャコの仲間のアリマ幼生なんですが、こんなに大きな子は初めて見ました。一瞬普通のタコかと思ったんですけれども、腕にものすごく小さな殻を持っていたんですね。自分で作った殻の中で生きるロマンあふれるタコです。トップ10にランクインしていた稚魚とは別に、胸びれが成長した幼魚にも出会いました。上から見ると本当に昆虫のセミのようですね。最後にですね、珍魚ランキングとしては初の企画なんですけれども、今年の熱いトピックを2つご紹介したいと思います。まず1つ目はツイッターに投稿してとても人気だった頭に砂をかけるミミイカという映像です。何をしていても可愛いし、何もしないで座ってるだけでも可愛らしいミミイカなんですけれども、砂に潜る時が特にたまらんのですね。漁港での生物観察で過去トップクラスに燃えた行動を普段のミミイカの姿と合わせてぜひご覧ください。漁港で生き物を観察していると、いろんな萌えな瞬間に出会うんですけれども、その中でもトップクラスに萌えだったのがこのミミイカなんですね。ずんぐりした小型のイカです。いかにも眠そうな顔してますよね。基本夜型なので、明るいところではこんな感じで座って寝てます。この寝姿も可愛いんだけど、今日お伝えしたいのはこれではない。怒ってますね。威嚇してますね。威嚇してる感じもとっても可愛いんだけど、今日お伝えしたいのはこれではない。怒りが収まってきたけど、足2本分だけまだ怒りが残ってるようですね。この姿も可愛らしいんだけど、今日お伝えしたいのはこれではないと。泳いでますね。このパタパタしている丸っこいヒレ、これが耳に見えるということでミミイカと名付けられたらしいんですが、今日お伝えしたいのはこれではないと。
ミミイカはね、砂とセットになった時に可愛いんですよ。こうやってね、バホバホって潜るのが得意なんです。で、この後、潜ったら最後、こうやって手でね、あ、もう興奮したいね、手ぶつけちゃったよ。こう手をね、ニョキッと出して、最後のひとかけ頭に砂をかけるんですよ、手で。これが可愛いんでね、いろんな角度から見てみましょう。潜って、キュッとかける。キュッとかける。ふたかけですね。いやー、よく考えてますよね。もう意志を感じるこの行動。もっと見ましょう。もう何度でも見ましょう。バホッバホッて、うまいこと潜ります。そして、キュッて。あれ？あんまかけなかった。でも、ニョキッと出ましたでしょ？この手でかけるってはたまらん。2匹いっぺんに入れるとまた愉快なんですよね。片方が頑張って潜ってるんだけど、もう1匹がジェット噴射でどん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 掘り返していく。せっかく潜ってもどんどん掘り返していく。迷惑ですね。最後は2匹並んで仲良く、微笑ましい。この色がどんどん変わっていくのが面白いですよね。電光掲示板みたいに。こう、色素胞っていう黒い点々がたくさんあって、これを大きくしたりちっちゃくしたりすることで、全体を黒っぽくしたり透明にしたりできる。一瞬で色を変えられる。魚の色を変えるシステムとは全然違うんですね。2つ目に紹介したいトピックは、今年の夏以降たびたびニュースでも報じられている軽石。小笠原海域の海底火山が噴火してね、大量の軽石が沖縄の漁港に流れ着きました。漁業にも多大なる影響が出てしまってましたよね。そんな軽石にくっついて、南方系のカワハギの仲間、アミモンガラの幼魚が大量に漁港に流れ入ってきたという記事を見たんですよ。それからしばらくして、11月の末、房総半島の漁港を覗いていたら、軽石が漂着していました。そしてそのそばには、はるばる旅をしてきたアミモンガラもいたんですね。もともと身を守るために、流れ藻などの漂流物にくっつく性質のある幼魚たち、時には人間が出したゴミにも隠れますし、こういう軽石というニューアイテムをもね、即座に利用してしまう、この幼魚たちの適応力とたくましさを感じました。海洋ゴミと軽石、環境と人間を悩ます2つの漂流物問題に対する提案を、実際の映像とともにお届けします。房総半島の漁港に漂着していた軽石、そこについていたアミモンガラの幼魚、激似ですね、そっくり。もうね、この光景を見ているといろんな思いが込み上げてくるんですよ。この漂流物、軽石、まあ、もっと言うと海洋ゴミ、これはもう全世界的に問題視されていますよね。もしかしたら幼魚がこの問題に取り組む一つの入り口になれるのではないかと最近思っています。海にあんまり行かない人にとっては、海洋ゴミと言われてもなかなかピンとこないということもありますよね。現状を知っている人でも、じゃあゴミ拾いをしましょうと言われて参加する人はどのくらいいるのか。でも考え方を変えて、軽石やゴミの下にはいろいろな幼魚がくっついていると。アミモンガラが特に似てますけどね、軽石には。他にもいろんな幼魚が身を守るために漂流物の下にはくっついています。あくまで目的は幼魚観察でも、手っ取り早いからゴミごとタモ網で救おうと、こういうアプローチだとどうでしょうね。どうしてもゴミが悪者、それを出してる人間も悪者みたいなネガティブな認識ばかりが共有されてると思うんだけれども、入り口をちょっとずらして、幼魚たちのたくましさであったり、ワクワクするような体験とか学びだったり、そういうことをきっかけにすると、見え方ってガラリと変わると思うんですよね。もし僕が軽石やゴミと一緒に幼魚観察をするみたいなイベントを企画したら、どのくらいの方が参加してくださるでしょうね。そんなイベントで人間たちが救えるゴミの量なんてほんのちょっとだってことは僕も分かってるんですよ。でも、そのちょっとだって積み重なればすごく大きなものになるし、何よりも海の現状とか尊さに意識を向けるきっかけくらいにはなれるんじゃないかなと思うんですね。真面目な問題、深刻な問題に対してであっても、楽しく取り組むっていう姿勢ってすごく大切だと思うんですよ。その方が長く続くから。大きな成果を得ようと思ったら、やっぱり長く続けるっていうことがすごく大切ですよね。
2分20秒じゃ全然喋り足りない。最後までご覧くださりありがとうございました。最初にも述べたんですけれども、この珍魚ランキングという企画はこんな珍しい魚取ったぜみたいな自慢大会になってほしくはないんですね。小さくて気づかれにくい、でも魅力の詰まった幼魚という存在に触れてもらう、そういう入り口の一つになれたらという思いで映像をまとめています。皆さんが新しい魚、お気に入りの魚に出会えたのなら、今年も作った甲斐があったかなと思います。漁港を除く機会は少なかった2021年なんですけれども、魚の活動はとても充実していました。行ったことがない場所を仕事で訪れることもできましたし、魚の本も2冊出版することができました。魚たちの生き様の中に我々人間の生活へのヒントを見つける魚たちからのエール図鑑、こちらは主婦の友社さんから発売。そして6冊目の著書にして過去最高にマニアックであろう魚の目の写真ばかりを集めた「この目誰の目魚の目図鑑」、岸壁採集という著書と同じジャムハウスさんから発売しています。こちらはアート作品としてもお楽しみいただけるのではないでしょうか。さらにですね、年末には自分の水族館を作るという長年の夢も一つ叶ったんですよ。京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンターのアウラホールで期間限定の水族館、岸壁採集の幼魚展を開催しました。幼魚に間近で触れ合える水族館ってあんまりなかったので、お客さんからの評価がですね、予想以上に好評で、まあ嬉しい限りですね。幼魚という存在が秘めた魅力と、それがきちんと人の心に伝わるのだということを再認識できた1年だったかなというふうに思います。これを励みにね、2022年はより一層幼魚愛を爆発させてまいりますので、また来年もお付き合いいただけたら嬉しゅうございます。それでは良いお年をお迎えください。覗き込んだら見つかるよ。幼魚、幼魚、小さいお魚さん。